もし。あ、すみません。いつも10コール以上鳴らさないと出ないので驚いてしまって。早く出たらダメですか？そんな、すごく嬉しいです。明日はいい仕事ができそうです。そんなのに左右されないで、いつもいい仕事してください。いちかさん、今外ですか？え、そうですけど。もしかしてお一人で帰宅中ですか？まあ、はい。こんな夜遅くにお一人なんて。こんな夜遅くに毎日電話してくる方がどうかと思いますけど。今どこ歩いてるんですか？え、どこですか？なんでそんなこと聞くんですか？まあまあ。桜町のコンビニの前ですけど。桜町、よかった、近いな。そこにいてください。5分以内に行きますので。え、もしそこから移動したら、明日の朝白いタキシードでバラの花を抱えていちかさんのお宅に訪問させていただきますからね。あ、ちょっと、もしもし。タクシー拾うより走った方が早そうだな。まさか自分がこんな風に走るようになるとは思わなかったな。かけても出ないし、待つしかないじゃん。もう、いちかさん、よかった、待っててくれた。本当に来た。しかも走ってきたんですか？はい、全速力で来ました。だって俺の電話早く出たの、夜道が怖かったからでしょ？違います、たまたま早く出ただけで。はい、しかも3分で来ましたね。本気で走りましたからね。さあ、お家までお送りしますよ。うわ、なんでだろう、最悪だ。私今安心してるよ。有馬。あ、田丸くん。偶然だね。俺ここめっちゃ近所だから。こんばんは。こんばんは。いちかちゃん、この子は？あ、クラスメイトの田丸海くんです。あ、クラスメイトね。で、田丸くん、この人天草のお兄さんですよね。俺のこと知ってるの？文化祭で来てるの見て、友達から天草のお兄さんだって教えてもらいました。ああ、なるほどね。田丸くん、妹のことクラスメートとしてこれからもよろしくね。ああ、はい。あ、そうだ、有馬。あの本の外伝、明日渡す。本当？ありがとう。読みたいと思ってたんだ。前のがちょうどいいところで終わってたからさ。じゃあ、俺コンビニ行くから。うん、明日学校でね。田丸くん。はい。いちかさんのこともクラスメートとしてよろしくね。さあ、いちかさん行きましょう。え、はい。じゃあ遠回りして帰りましょうか。嫌ですよ。いや、汗出た。